速稼塾の久保です。今日はですね、人の死について少し考えてみようかと思います。人が死ぬということはどういうことなのかなというふうに考えることが皆さんもあると思うんですよ。死んだら本当にそこで終わってしまうのか、死後の世界はあるんでしょうかということですよね。今日はこの占いのコーナーでですね、ライブ放送をお届けする中でこの死について取り扱ってみようかと思います。人が死ぬとその人の存在っていうのはこの地上から消えてしまうのかなと言ったら、皆さんどう感じになる、なりますかね。おそらくですね、その人は死んでもその人がやったことは残るとかね、思いは残るというふうに考える方もいるんじゃないかなと思います。まあ、そうなんですね。私が定義するのは、人は自分が人に与えたものが残ると思うんですよね。自分が誰かに何かを与えたものは残っていくと、それがまあ、命が続いていくことなのかなと思いますよね。ちょっと難しいことになりますけども、自分勝手に生きることも人生なんですよ。そして自分がいなくなった後に誰の心にも何も残らない、それも特に不幸なことではないと思うんですよね。ただよくある名言にですね、人が死ぬ時はその人が死んだ時ではないと、誰もその人のことを思い出さなくなった時にその人は死んだというふうな、ね、ことがありましたけども、私もこれはかなりですね、共感する言葉なんですよね。誰かに忘れられた時がその人の本当の死ではないかなと思います。まあ、ですんで、子供さんを亡くしたお母さんとかの気持ちになった時にですね、思い出すたびに生きている、思い出すたびに、まあ、辛いこともありますけども、少しね、心が安らぐこともあるというふうな方もいるんではないかなと思いますし、ちょっと奇妙な例でですね、ある死刑囚の話というのがあります。これはですね、森の朝顔というふうなね、漫画かなんかにも掲載されてましたけども、1月23日に、亡くなりますか、ご冥福をお祈りします。森の朝顔という話になったんですけども、ある死刑囚がですね、ある人を交通事故で死なしてしまったんですよ。で、遺族の方にずっと謝罪の手紙を送っていたんですけども、遺族の方はね、ずっと受け取ってくださらなかったということがありました。そして最後に死刑になる直前に遺族の方がその手紙を読んで返事をくれたんですよ。その返事が非常に嬉しかったというふうなね、感想があったんですけども、その遺族の方の気持ちとしてはこういうことが語られていました。私は子供を亡くして一人きりになってしまいました。でもあなたが毎月毎月くださる手紙がずっと息子のことをね、思い出させてくれていたんですと。で、私があなたを許すと言えば多分手紙が来なくなるだろうと。手紙が来なくなれば、なんか息子がね、本当にいなくなるような気がして、あなたのことは許せないけども、でも手紙をなかなか読む勇気がありませんでした。最後に読んで気持ちは分かりました、もうあなたの人生をあなたに戻してあげたいと思いまして、この手紙を書いたんですよと。でも私はもうあなたとの関わりもなくなって本当に一人ぼっちになってしまいました、みたいなことが書いてあったんですよね。そこには恨み節が書いてあるわけでもなく、人の一つの生命がなぜ終わったと感じるのかってことが綴られていたんじゃないかなと私は感じたんですよね。さあ、この死のコーナーについてはですね、ちょっと長くなりますので今日はこのぐらいで終わらせていただきますけども、人が死ぬってことは避けられないことです。 100% 死んでいきます。だから生きてる間に一生懸命生きろということにはならないと思いますけども、少なくとも人はですね、死の直前にこう思うんですよ。もう一回生まれ変わったらこれをやるのに、こういうふうに生きたはずなのに、この後悔を最後に思うんではないかなと思います。もちろん私は死んだことがありませんし、死んだ人の最後の気持ちなんて誰にも分かりませんので、これは想像でしかありませんけども、あとはね、皆さんがどうお感じになるかということです。生きてるうちに悔いのないように一生懸命やって過ごすのか、それともまあその日の風に流されるように暮らしていくかということですよね。はい、ではこのコーナーはこの辺ぐらいに終わりにしまして、今月の予定です。今月はですね、今日は10日になりますので、私は町内会が今日は夜ありますね。それから17日は山口の FX オフ会がございますので、こちらの方で皆さんとご一緒できるんではないかなと思います。その他ですね、20日は広島です。20日は広島で、インドネシアの旅に際してのちょっとしたミーティングがありますので行ってきます。そしてインドネシアは24日から28日インドネシアなんですけども、23日関空に入りますので、大阪関西の地区の方はですね、関西のオフ会をさせていただこうかと思います。主催はいつもの藤原さんでございますけども、特に私がインドネシアに行くことを壮行会をしてくださいというわけではないですけども、ついでにですね、ついでにお暇な方、じゃあお時間ある方はね、集まっていただければ、
関西での集会はもうね結構多くなりましたね。皆さんと久しぶりに会えることを楽しみにしております。お問い合わせの方は一旦私の方にいただいて、山口のオフ会にしても関西のオフ会にしても私の方にメッセージをいただいたら、その地区の幹事さんからメールで案内を送っていただくようにしますので、メールで案内が来たらですね、そのグループのなんか地区の LINE グループってあるんですよ。速稼塾の関西とか速稼塾の山口とか、そこに入っていただければ、まあ、あのイベント情報とかがありますんで、聞き逃しがないかなと思います。そちらの方もぜひねご参加よろしくお願いします。セールスは一切ありませんので大丈夫です。で FX のオフ会とか私が主催するオフ会って基本的に参加費は会場代の数百円とか食事代のね3000円ぐらいとかになってますんで、まあ、その辺の予算もね、お問い合わせいただければと思います。無理ない金額になってると思います。そしてオフ会っていうのは皆さんで作り上げるものですから、いろんな意見があると非常にいいかなと思います。その分幹事さんがねちょっとまとめるの大変になるかもしれませんけども、やっぱりこれもですね人に与えるものの一部だと思いますので、何々さんが速稼塾の幹事をやってくださったということは私の心にも残りますし、参加者皆さんの心にも残ると思います。まあ、そういった形でですね、一つちょっと肌一肌脱いでいただければ幸いでございます。その他4月にもイベント目白押しになっております。3月は埼玉に行こうかと思ってますので、埼玉地区の方ちょっとねお手伝いいただければと思います。埼玉の方ではあのワンテンというね、カーアクセサリーショップかな、カーメンテナンスショップかな、まあ、車屋さんに私行くんですけども、ちょっとねそこで大きな相談事があるんですよ、車に関して。この辺も別の放送でお届けしようかと思います。本日もありがとうございました。